ということで皆さんこんにちは、手すりです。ここは JR 西日本西明石駅。ということでまずは在来線編として西明石駅の在来線のホームを見ていきましょう。また長い名前がありますが、新快速と貨物列車がこの1番、2番ホームに停まります。この西明石駅は2面3線ではありません。間違えました、すいません、3面6線の駅となっておりまして、一大ターミナルとも、言われておりますが、こんなところに西明石にはなんとウエストエクスプレス銀河も停まるようです。あちらに停まっているのは普通、四条縄行きの普通電車7両編成です。あっちに停まってる人は普通の、なんかいつもよりなんか停止位置が前寄りな気がするんですけど、なぜでしょうか。ということでこちら側の列車、11時34分この今僕がいるこの1番ホーム2番ホームには、JR 西日本の、唯一の特急と言ってもいいような新快速電車が止まります。そして一部の特急列車の通過、そして貨物列車の通過があります。さて一番乗り場で新快速が到着するようなので見ていきましょう。とんでもなく長い甲子園線経由敦賀行きの新快速京都方面と表示されております。こちら1番乗り場に到着後、次は4分あと約4キロほど先のですね、明石駅に停まりまして、神戸、三宮、芦屋、尼崎と停まっていくわけでございます。こちらは滋賀県の敦賀まで行く列車です。そういう列車も停まる、優等種別の列車も停まる西明石駅になります。背面は225系と呼ばれる車両、225系0番台、最近は100番台と呼ばれる、少し目の釣り目状の目が特徴の列車が走っておりますが、現在では0番台も、走っているわけでございます。あちらに停車中の列車は普通松井山手方面、四条縄手行きかな、そうですね、四条縄手行きの H と書かれておりますから東西線経由、学研都市線経由となります。東西線というのは尼崎から大阪の南の方に分岐し、福島、北新地を通り、京橋を通る、そういったルートになりますが、この列車もそちらの方向へ直通する列車ということになります。しかしこの列車は普通電車ですから、すべての駅に停まります。神戸、三宮、芦屋、尼崎と、飛ばしていく新快速に対して、この列車は次は明石、そして朝霧、舞子、垂水、塩屋、須磨、須磨海浜公園と順々に停まっていくわけです。では向こうの方3番線に4番線の方にちょっと移動していきたいなと思います。はい、3、4番ホームに移動してきました。3、4番ホームもこれといって向こうとは変わりませんが、少しホーム幅が狭いように感じます。こちら側には四条縄手行きの普通電車、おそらくもうすぐこっち方面に入ってくると思いますけどね。最初にやってくるのはこちらの快速安行きのようです。11時41分発。
現在時刻が11時37分ですから、まもなくやってくるというふうになります。この3、4番ホームですが、あちら奥側には西明石の車両所がございまして、ここの駅発着の207系321系をさばいております。こちらの信号は出発現時を表示していますから、この列車の線路と、向こう側の5番乗り場に停まっています列車、あちらが後の発車となることがよくわかります。あの普通電車はこちらの信号青になっていますから、ここは行かないと、ここが止まらないと向こうが開通しないんでね。この西明石駅では、同じ方面の列車が、違うホームからやってくることから、全ての番線表示、5番乗り場1番乗り場と、書かれております。非常に優しい案内ですね。まもなく3番乗り場に11時41分発、まもなく3番乗り場にやってくるのは快速京都方面安井駅です。お、すげえ、これ受験生の皆様へ。黄色い点字ブロックまでお下がりください。3番乗り場に電車が参ります。ご注意ください。列車来てるのにこんななんかあったかいメッセージくれたらちょっとね、嬉しいですね。光ある未来へ望みを持って走り抜けられるよう、西明石駅の皆さんね、一同心より応援していますということです。なんか嬉しい案内だな。さて、こちらには京都方面安井駅の快速電車がやってまいりました。メッセージをね、この西明石駅乗り換えの多分お客さんが多いと思いますので、あったかいメッセージをくれるんですが、なんてありがたいことでしょう。3番乗り場から快速京都方面安井駅に発車します。ここからは副区線区間に入りまして、この列車も間もなく、本領を発揮するというところです。実はこの西明石までは普通電車として走っていたのが、ここからは快速という名前を変えて、明石、そして舞子、垂水、須磨、それからですね、兵庫、神戸と止まっていきます。ちょうど快速が行ったところで、下り方面の新快速列車がやってきます。こちらは2番ホームに到着、下り方面の新快速列車です。少し223系としては一風変わった顔立ちですが、こちらは更新車の旋盤台、向こうからは貨物列車 EF210 型牽引機関車、桃太郎と呼ばれる機関車が、たくさんの貨物を引っ張って東へと、向かっております。これね、西明石のこのあったかいメッセージなんだよ、掲示板にこんなあったかいメッセージを、西明石のね、駅員さんや運転手さんの、この西明石の車両所の皆さんが多分協力してなんかしたんだと思いますけど、一風変わった列車、こちらは姫路駅ということで、ここを出ますと次は加古川、西明石と、あ、間違えました、加古川、姫路と止まっていきます。4番合わせ雪が7両で参ります。危ないですから、黄色い点字ブロックまでお下がりください。4番乗り場に電車が参ります。
こかダンゴムシのような面影の残る321系ですが、東からやってきたこの列車は普通市場の駅という名前を変えまして、今度は東方面に行くということです。本来なら駅の出入り口というか改札の方面が一番端にあるので、こちらの列車は普通あちら側につけて止まればいいんですが、今なんか改良工事中ということで、仮設なのかな、なんか臨時で違う場所に止めているようですね。さてここは5番乗り場、6番乗り場やってまいりました。5番乗り場から発車するのは普通市場の跡駅、207系電車、昔福知山線で起こった事故の時もこの列車207系でした。そちらがただいまリニューアルされて、走っておりますが、制限速度25キロの部分で走っております。なんとなく力のない感じが伝わってくると思いますが、207系の市場の電気、止まってるのが先ほどやってきた321系です。金星定員141と書かれた223系千番台、6番乗り場から普通加古川行き、この列車は普通加古川駅、平日の昼の間は加古川駅とそして姫路駅が行き交っております。だいたい昼の時間帯、こちらは加古川行きが30分に1本、そして姫路行きが30分に1本ということで、1時間に4本の列車がこの西明石駅に快速としてやってくるんですが、ここからは普通と名前を変えて加古川駅と姫路行きが交互にやってくる形になります。そして15時頃からになりますとね、この列車たちも全て姫路行きへと名前を変えて発車していくことでしょう。はい、後ろが223系の2000番台、皆さんが標準として日曜日西日本の車両としてご想像されるものとなるでしょう。それでは向こう側の3、4番ホームがやっぱ一番いいと思うので、ね、5番ホーム、6番ホームこの辺にしておきましょう。一つ思うんですけど、こちら側に位置がずれたということで、僕がね、多分発表がされてると思うんですよ。この穴が多分ホームドアの設置場所になると思います。ホームドアがまたできたらね、こちらの様子また皆さんにお伝えしたいと思うんですけど、西明石初のホームドアになるのかな、これロープ柵かもしれません、ね、ちょっと気になるのでね、そんな工事の関係かなんかで、この5番ホームに到着する列車というのが、奥の8両のところよりずっと奥だね、あちらにある10と書いてあるあそこに、列車が止まるというわけでございます。先ほどの発車していた列車、普通市場の跡駅ですね、もう8ではなく奥の10から発車していました。次は3番乗り場から11時56分発京都方面米原駅です。では今度、あちら側の方に移ってそちらの方も見ていきましょう。2月18日始発電車より5番乗り場を発着となる電車の乗車位置を変更しております。主に神戸方面の普通電車7両編成については、今よりもホームの西寄りからの発車となります。詳しくはポスターや駅係員にお尋ねください。
なんと今日が2月18日、今日から、このホーム柵の工事に伴って、5番乗り場、6番乗り場の停車位置のズレが起こるようです。では今度3番乗り場、4番乗り場見ていきましょう。こちらは皆さんご存知の桃太郎と呼ばれる EF210 型電気機関車、古機と呼ばれる貨物を積載する貨車に貨物を乗せてコンテナ車走っております。たくさんのコンテナがですね、あの JOT というのはジャパンオイル、なんでしょう、雪が積もってますよ、これ雪が。なんとね、寒いところから来ましたから雪が積もっているわけです。 JOT というのは日本石油化学のこと。こちら4番乗り場に停まっています。普通市場の和田行き、3番乗り場にもうすぐ快速がやってくるので、そちらを見ていきましょう。まもなく3番乗り場に11時ということで、まもなく3番乗り場には11時51分発快速京都方面米原行きがやっています。米原というのはまた滋賀県の、米原市、皆さんご存知だと思いますが、いや、この東側です。そしてこちらは JR 西日本ではなかなか珍しい顔となりました。神戸線では、ね、珍しい顔となりました列車221系ですからの入場でございます。この列車のこの駅、石明石駅から快速と名前を変えて、また明石と舞子、軽井沢と泊まってまいります。昔の初代117系新快速の次ですかね、くらいにありました。はい、それでは快速やし駅、前原駅ですね、すいません、が発車してまいります。扉が閉まって開いてフェイントをかけて、扉が閉まりました。確認が、安全確認ができてからこの列車出発となります。では、ね、今回前編ということで在来線ホームをご紹介してきましたが、ここ山陽線の米原行き快速の発車、パターンダイヤと呼ばれるものですから、快速が発車したら新快速が入ってくる、そういったダイヤになっております。ではもうすぐね、こちらの市場の跡駅普通も発車すると思いますので、じゃあ見ていきましょう。こちらの電車は新快速姫路行きとなっております。新快速の顔とも呼ばれる223系2編成つなげて12両で運転しております。まあ、あのような感じで発車していくわけですけども、ではね、前編ということで在来線の紹介してまいりました。はい、ではこの辺りで前編ということでこの在来線の紹介終わりにしたいと思います。次はですね、新幹線の紹介してまいりたいと思いますが、後編ということで、後編の方、動画の方、西明石駅新幹線の方も見ていただけると幸いでございます。ではここまでご視聴ありがとうございました。